ママ徳元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨シャムス、子供服子供用品専門のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア、琉球の神々と出会う神秘的な旅をお届けする琉球スピリチュアルガイド、以上各社の提供でお届けします。おはようございます。始まりましたママ徳元気ラジオ。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラーの堀江里美です。今日美咲ちゃん、はい、おはようございま す。第2火曜日は、はい、ね、ママアシスタントは美咲ちゃんですね。はい、よろしくお願いしま す。そしてひみこです。ひみこちゃんもおはよう。今日もよろしくお願いします。いっぱいバブバブ喋っていいからね。ありがとうございます。はい、ではちょっとね、曲も切り替えながらいきますね。はい、あのね、いろいろとね練習しながら今やってるんですよ。すごいですね、うん、あ、また同じの方だった。これでいいかな。はい、はい、今日もいい天気ですね。またかかっちゃった。あ、そうか、今日ね、一番最初がこれなんだ。そういえばちょっと下げて、そうそう、はい、お天気ですよね今日ね、26度ですよ。あ、25度、夏日、本当ですね。半袖です。でもね、明日は、うん、午後から雷、うん、雷雨だそうですよ。本当、うん、じゃあ午前中洗濯するなら今日、そうそうそう、頑張っとかなきゃ。そうみたいです。ね、北風も吹くから少し寒くなるってラジオで言ってました。そうなんだ。はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さてママ徳元気ラジオ、この番組はママはもちろん、ママじゃなくても心も体もお財布も聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。おすすめの情報やお得な情報、そしてあなたの近況ね、最近の良かったこととか嬉しかったこととかで、また番組への質問や感想などもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。スマホやパソコンがあれば FM ギノワンのホームページから見ることができますので、ラジオの聞けない地域のお友達にも教えてあげてください。さあ今日もね、元気よくいきましょう。ママ徳元気ラジオでは、ね、もう早速ね、美咲ちゃんと会ってもらって、はい、あれ下に落ちちゃった。 ひみこは今下で、ね、遊んでます。下で活動したりね、はい、しますね。で、じゃあまず良、はい、かったこととか、良かったこと、うん、嬉しかったこととか、なんかね、ありますか最近の。いっぱいありますよ。はい、あ、どうしようかな、どれにしようかな、どれにしようかな。昨日、日曜日、えりみさん、うんがね、私の親友のところに行ってくれたこと、埼玉に行ってくれたこと、それすごい嬉しかったことです。はい、とか、あとイベントいろいろ最近やってたんですけれども、全部ね、思った以上に成功したっていうこと。おお、いいですね、うん、とか、よかったよかったとか、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 ひみこの成長とか、とか、あと毎日毎日ね、楽しいですよね、見ていたらね。最近家族が仲良しなことが一番嬉しいかな。いいですね、みんなそれぞれね、うん、はい、なんか頑張ってるみたいですね。そう、喧嘩してたんですね、旦那さんと。だけど喧嘩って大事、喧嘩した後の方が仲良くなるなって。そうだね。うん、なんかね、こう、何もないように無難に無難にってやってるよりも、うん、やっぱ大切さとかもね、うん、お互いに、なんだろう、再確認し合えるとか、うん、なんかいろんなこと考えられる時間だったみたいで、うん、喧嘩してよかった、ね、うん、絆が深まっていく感じで、そうそうそう、よかったですね。はい、いっぱいあります。よかった、はい、じゃあ私のよかったこと、嬉しかったことなんですけれども、まあね、今美咲ちゃんもお話してくれましたが、はい、
昨日、おとといか、埼玉で褒め合い講座ねやってきたんですけれども、本当にね、もうあっという間に満席になって増席して、講演会やったんですけれども、本当にね、沖縄の風、暖かい風吹きますよって会場に、っていう感じで行ったんですけれども、本当にあの会場中がみんな心ポカポカなって、本当にちょっと暑いぐらいの感じになっちゃって、なんかすごいもう笑顔もいっぱい溢れて、素敵なねこの講座になりました。すごい、ありがとうございます。おかげよ。いえいえ、まあ、ご縁ですよ ね、うん、そうね。あとはもう本当にね、もうまだ会ったことなかったね真由美さんが、はい、本当に呼んでね、もうこう勇気持ってね、うん、呼んでくれて、うんね、でまたそれをまたこうもういろんなご縁でね、本当にね不思議なんですけども、うん、なえこさんという方がねまたサポートしてくれて、はい、学研教室の先生、なえこさんは学研教室の先生の義理のお姉さんになるんだけども、うん、はいはい、たまたま去年の夏沖縄に帰ってきた時に、はい、その学研教室の主催で、うん、お母さん方に褒めやったのね、はいはい、でその時に聞いてくれて、うん、すごく良かったって気に入ってくれて、うん、そうそう、褒めやいを、うん、でそれで今回こう埼玉行くよって話になった時に、はい、私もじゃあ手伝えることあったらってすぐね、なんか名乗り出てくれて嬉しいです ね、 ね、だからね本当にみんなの力が合わさって、うん、でまたいろいろ学研教室の先生とかもね協力してくれたりとか、うんうん、いろいろあったんですけどね、真由美さんの友達とかもね、うん、もういろんなことが本当にもう不思議なことがどんどんこうね展開っていうかね進んでいって、はい、でつながりがどんどん広くね大きくなってきて、もう実現できて、でね、うん、もう本当にみんな笑顔でできたということでね、よかったですね。よかった、嬉しかったです。私も次行くとき私もついていきますぜひね、はい、一緒にね行きましょう、うん、なんかもうね本当に褒めトレーナーもね、うん、もうなりたいですっていう人たちもねやっぱり 何人か出てくれて、あ、すごい、埼玉でも本当に広がっていくんじゃないかなと思います。うん、嬉しいです ね埼玉でねトレーナー誕生したらまた関東もどん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 ね広がりますよ ね、 広がるね。うん、いいですね、楽しみです。身近なところでみんな褒め合い講座受けるっていうのね、うん、いいですよね、はい、そんな感じですね。で、あと、もう私も本当にすごく聞きたかったことがもうどんどんいきますね、はいはいはい、地球ハートクラブ、お、地球ハートクラブ、ね、すごくね、もう本当に光がね頑張っていろんなことやってるんだけれども、はい、イベントでね地球ハートクラブの活動今日ありますよとか特別性ありますよとかいろいろ聞いて行きたいなと思いつつもいろいろともうねちょっと重なっていけなかったんだけど、どんな感じだったのかな。地球ハートクラブです、うん、まず地球ハートクラブの説明しますね、うん、はい、お願いします。地球ハートクラブができたのは私の娘1年生小学1年生の光という娘がいるんですけれども、うん、はい、光が地域の清掃活動クリーン活動に参加して、うん、ゴミを拾い、もう終了時間なのにまだ帰らないっていうから、なんで帰ろうよって帰ったらね豚汁が食べれたんですよ。私豚汁食べたかったから、うん、早く帰ろうよ、うん、食べようよ食べようよって言ったらダメって行かないって言って、うん、ゴミ拾い続けながら、このねゴミをね魚さんとかね亀さんとか鳥さんとかが食べたらどうすんの、みんな死んじゃうでしょって言うから、うん、どうしようと思って、じゃあこれ全部拾えないよって言ったけど、いや絶対拾うって言うから、うん、じゃあさなんかみんなで拾った方がいいからなんかクラブとかなんか作っちゃえばいいじゃんって言ったら、それいいねって言って、うん、そっからもう妄想が膨らみ、地球海とかねこう地球にいる生き物、うん、仲間たちのなんだろう、あ、仲間たちを助けるためというか、うん、愛を送るためにやるから地球ハートクラブっていう名前を つけてくれて、それで誕生したのが、うん、そうなんだ。光ちゃんが考えたの。そうですよ。おー、すごいね。そうそう、光が考えたのそれ。なんか光ちゃんとってもなんか広いよね。広い。広い、大きい。なんかまだ1年生なんだけど、すごいこうなんか広い感じ。うん。そう、ね、なんかやっぱ子供だからね、なんだろう、制限がないのかな。うん、そうだね、うん。自由にいろんなこと発想してね。うん、そう。でそれで初めて、うん、こういうことやりますって発信したらいろんな人たちが協力してくれて、うんうん、で若狭児童館さんが、うん、うち使っていいよって言ってね、若狭児童館のね、うん、あやこさんすごい、そう、富山あやこさんがもうとっても協力的で、ね、すごいもう本当素敵な方なんですね、うん、であそこも児童館だけれども子どもたちだけじゃなくみんな使えるよっていうことを発信して、うん、児童館だからできること、うん、何でも
協力できることやるよって言って、うん、そうしてくれるんですよ。で、すごいね、その地球ハートクラブの話をしたら、そう協力してくれて、うん、今集合場所は若狭児童館になって、うん、で毎月第4土曜日の、うん12時半ぐらいに若狭児童館集合で1時にみんなで海へ出発ってやってるんですけれども、うん、それがもうなんか取材にね、うん、来てくれる方とかがいたり、うんうん、あの新聞も、うん、タイムスさんの取材が来てくれて、うん、でこの間は特別編をやったんですね、うん、本当は第4土曜日なんですけれども、うん、先週土曜日やったんですね、はい、そしたら大阪の方から取材の方が来てくれて、そうなんだ、そう、それもうん、あれなんです、宇宙の子マサの関連で、うん、取材に来てくれたんですね、うん、マサを追っている方たちが来てくれて、そう、でも子供たちもね楽しんでゴミ拾いするんですよ、うん、ね、うん、汚いとか嫌だとかじゃなくってもうゴミ拾いが遊びみたいになって、うん、でもね途中でね飽きてね、光とかさ、うん、ちっちゃい子たちはさどっかお花摘みに行ってみたりとか、うん、その感覚でゴミを拾ってるんだよね、そうそうそう、ちょっとこうリフレッシュしながら、うん、もうそれでいいの。で前回やった時はゴミ拾いの次はシーグラス拾いになって、あでなんかね それをね聞いたうちの旦那はね宝拾いだねって言って、それいいねって言って、ゴミ拾いっていうよりも宝拾いっていう方が楽しいから、ゴミだってねもともと宝だったしねって言って光も言って、ね、みんなの役に立てたものだ、そうそう、ね、みんな宝なんですよ、うん、その後シーグラスとかもね何かねいろんなランプだったりシェードランプだったり、うん、いろんなこと、うん、もの作ることができるし、でその地球ハートクラブを通していろんな体験ができるなって思っていて、うん、でインタビューに答えることができたり、うん、でお財布を拾った子がいて、うん、この財布どうしよっかって言ったら免許証とか入ってたんですね、あそうなんだ、 その免許証をじゃあお財布を交番に届けたいっていうから一緒について行ってみたりとかして、うん、だから子どもたちのやりたいことを自由にさせながら子供、うん、大人をサポートするっていうクラブなんですよ。いいね、なんか決まったことを決まった通りやるんじゃなくって、うん、子供たちが主体になって、 そう、それをまた周りの大人がサポートして、でゴミ拾いだけじゃなくってそれがなんか遊びになったり、また交番まで行ったりとかね、うん、そうそういろんなことが発生してきてそうそういろんな体験ができちゃう、そうなんです、あなんかとってもいいなと思って、うん、子供たちに考えてもらう、自分たちそうだね、そうそう考えてやりたいことをね、大人がサポートするっていうクラブなんです、うん、そうだね、はい、子供たちがやりたいことをいろいろ考えてやっていって、でそれが結局地球全体になんかねこうなんだろう、地球が喜ぶことになっているっていうかね、うん、そう海ってね世界につながるところだから ね、 るからね、でそのうち、うん、そうそうねハーフのお友達がいて、うん、その子がねアメリカかのなんか外国の子たちも連れてきていいとか言って、うん、国際交流ができる、ね、すごいね、楽しみな、とどまるところを知らないっていうか、もうどんどんいろんなところにこう発展していく、うん、そうなんです、楽しみで、ね、地球規模だよね、そう若狭の海をきれいにしてたらどこか他のところまでこのね水ね、うん、流れていくんだからね、そうなんですよ、すごいよね、夢があるね、夢ありますよ ね、光たちが地球をきれいにしているってね、うん、でそれが、まあ、ここだけじゃなくてこれを刺激を受けてまた他のところでもね、うんうんうん、必ず若さのところに集まらなくても、 そうそれぞれのところでそう支部みたいな感じでさ、ね、こう、うん、やっていけたらいいなって思って、うん、みんなでね地球のためにラブを送るいい、ね、その日にみんなあっちこっちでやったよ、うん、やったよみたいなね、そうそうアップしてくれたらまた楽しいね、しもしね海とかなんだろう、うん、ゴミ拾いそこら辺行けなかったとしても、うん、まずやった人が誰かに伝える、うん、そうそうそう、その人が誰かに伝えればいつかは世界に行くよねって、うん、そうだよね、だから誰かに伝えることっていうのを、うん、ね、やってます、うん、いいですね、はい、はい、だからツイキャスの方も今日も可愛いゲストさんいますね、来てなんかメッセージ来てますね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではそろそろね、じゃあ今度聴いて元気になる曲、あっちゃんの曲ね、この歌歌ってみましょうよね、フルでちょっとねいきたいと思います、言葉が体を作る
しい時は泣きましょう。自分を愛してあげたらさ、この歌歌いましょう。元気は自分で作るんだ、言葉が体を作るんだ。プラスの言葉を紡いでさ、神様味方につけましょう。この歌歌ってみましょうよ。子供服、子供用品のリユース、アウトレット、マムズマートがオープン。お子様が使っていたものを大切に次の方へとつなぎます。新品アウトレットもお得。売って嬉しい、買って楽しい、マムズマート。今すぐ58号線琉球新報社となり、マムズマート、那覇新都心ストアへ。NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。子供服、子供用品のリユース、アウトレット、マムズマートがオープン。お子様が使っていたものを大切に次の方へとつなぎます。新品アウトレットもお得。売って嬉しい、買って楽しい、マムズマート。今すぐ58号線琉球新報社となり、マムズマート那覇新都心ストアへ。はい、ね、あっちゃんの歌いいよね。うん、いいね。で、さっきね CM で流れてたけど、マムズマート、ね、美咲ちゃん行ったことあるんだよね。はい、マムズマートすごい楽しいとこですよ。いろんなものがあって、うん、すごくね お得でね、私旦那さんと家族で行ったんですけれども、うん、私よりも旦那さんがもうハマってハマって。そうなんだ。そう、あのお店から出れないような状況になってましたけど。そうだね、ママとね、ママだけで行くんじゃなくって、うん、家族ね巻き込んで行くとね、うん、なんかこう欲しいものたくさん買えるかもね。本当、うん、買いました、たくさん、うん、おかげ で、 で、ね、マムズマート、あの1万点の品揃えがあるので、で服だけじゃないんだよね、小物とか。そうそう、ね、またなんかいろいろ大きいベビーカーだったり、うん、ね、いろんなものがあるんだよね。おむつもね安くであったし、うんうん、すごいね、うん、いい場所だよね。ちょっとね、いいところ、ちょっと大人用みたいな、うん、旦那さんが使えそうなポシェットとか。ああ、そうなんだ、うん、そういうのもありましたね、私行った時は。あ、そうなんだ、うん、でなんかね最近さ、あの、うん、まだあのひかりちゃんたちは小学生だけれども、あの中学生用の制服のリサイクルみたいな感じで、うん、というのも始めたみたい。すごいいいです ね、 いいね、助かりますね、そういうのあったら。あの入学式とかって中学生これから、うん、ね、また時期なんだけれども、うん、あの新学期に向けてって必要なものいっぱいあるじゃない。はい、お金もかかるし、全部新品揃えてたら、うん、もうすごい家計打撃を受けるから、うんうん、そうですよね。でまだあの使えるもの、はい、あの制服なんかでも結構ね、あのあまだあの本当にあの状態がいいものとかあったりするわけね。はい、そうですね。だそういうものはなんかマムズマートとかね、うん、また利用して、あのこうね、こうまたこれも地球に優しいことだよね。ね、本当ですね、うん、何でも買い揃えるんじゃなくて使えるものは使えるっていう、うん、ね、ことの方がいいですね。ね、しっかりと大切に使ってまた次の人へ渡していったりとかね、うんうんうん、そういうのができるのがまたね、あのマムズマートですね、はい、ぜひねラジオを聞いてるあなたも行ってみてください。あの58号線の宜野湾から那覇向けに行くと、右側にあの琉球新報ビルありますね、その隣の方にマムズマート、ね、可愛いお店ありますので、駐車場もねしっかりあの完備してまして、また大きいものを売りたいとか大きいものを買いたいねっていう時には、あのお店の前までね、あの車持ってきて、でそこでこう荷物の積み下ろしなんかもできるので、はい、あのいろんなことねスタッフの方にね相談してみてください。すごいね、スタッフもね、いい優しい人がいっぱいいてね、あの安心のお店です。はい、はい、では美咲ちゃんまたね、じゃあね、はい、あのいろいろとお話聞きたいんですけど、美咲ちゃん畑どうなってる？畑でエディブルフラワー育ててるんですけど、うんうんうん、今エディブルフラワーは食べられる、食べられるお花のこと、うん、エディブルフラワーって言います、うん、でお花も今育ててるんですけど、実は5日、3月5日からケイチツっていう時期、うんになって、この時期は、24節気でね、うん、暦を24個に分けたら、分けて、それでケイチツっていう
時期なんですね、うん、2週間は、うん、そしたらねそのねちょっと前からね虫が出始めたんですよ、はい、ケイチさん虫が出てくる、あ、そうなんだ、暖かくなって起きてくる時期なんですね、そしたらお花がね虫に食べられてきたんですよ、あーそっか、はい、だからこれからはね虫とのあのねハーモニーというか、うん、虫さんたちとうまく付き合っていく、うん、いく時期なんですけれども、さかさか、で畑は大豆講座とかも今やっていて、うん、琉球沖縄の在来の大豆を、うん、育ててるんですね、うん、それも今参加者10名がいて、うん、みんなで育ててます、はい、でいろんなことをやっているので、うん、畑の学校で検索してもらったらね、畑の学校、畑の学校沖縄っていうページで検索してもらったら、うん、検索するといろんな情報がまた、はい、載せてない情報もあるので、そしたら私とかね、うん、畑の学校にメッセージとか送って、うん、こんなのありませんかとか、うん、そうだね、うん、直接ねそうそう、いろいろ聞いてみてもいいかもしれないね、うん、はい、その方がいいかもしれないですね、うん、もうひみこちゃんも畑デビューしてるんだもんね、してますよ、土食べたって、食べてます、うん、土もミネラルが豊富だからの無農薬のね自然の方だからきっといいと思いますよ、ね、強く育っていくね、くちゃ入ってるしねくちゃだらけなので、ね、はい、じゃあそんな感じでもうね美咲さんの方もねいろんな活動ね、もうちっちゃい子いても制限ね外れるといろんなことできるもんね、そうそう、自分で制限つけてたけどってね、そうそう、外したらいろんなことできますよっていうのを、うん、実践して、はい、ね、ママたちに見せてくれてる美咲ちゃん、はい、これからもね またねいろんなこと発信して、はい、あね、いてもできるんだよ、ちっちゃい子供いてもいろんな楽しいことできるなってね、うん、見せてあげてください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、ちょっとねお知らせですね、琉球スピリチュアルガイドでは沖縄の聖地やパワースポットを案内しています、伝統を重んじた祈願作法や神話と伝説を丁寧にご説明、そして聖地の神様から賜ったメッセージをあなたへお伝えします、ガイド人は生きててよかったと心から思える人を増やしたい、沢田家生まれのおつなぎ役ガナハデナさん、詳しくは琉球スピリチュアルガイドホームページをご覧ください、ね、ではね最後の、ね、エンディングの曲にねちょっと切り替えてから話を進めていきますね、はい、なんかねいろいろとね練習しながらやっていきますよ、かっこいいですねエリミさん、ちょっとずつ覚えてね、あ、ごめんなさい、もうなんかね始まってましたね、はい、では最後ね、提供を読みましょう、この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨シャムス、子ども服子ども用品専門のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア、琉球の神々と出会う神秘的な旅をお届けする琉球スピリチュアルガイド、以上各社の提供でお届けしました、 でお相手ははい美咲と卑弥呼と、はい、で、ママの元気サポーターでチャイルドカウンセラーの堀江里美でした、また来週お会いしましょう、ではせーの、むぎゅー。